はい、どうもでーす。KYF13 練習対戦研究実況プレイの35回でございます。投票で選ばれたキャラとしては最後となりました。ジョーですね。フォアジャイのコンパチと言われてますけども。フォアジャイが強いので、その介護官みたいに言われてますけど。実際どうなんだろう、ジョー強さは。あんまりよく知らないんですよね。あんまりよく見てないっていう。どうなんだろうな。ネオマは知ってるけど、性能的にはどうなんだろうな。モーションがね、フォアジャイと全く同じ、首以外全部一緒みたいなのばっかりなんですよね。これフォアジャイの近距離 D じゃないですか。ね、立ちぶっ飛ばしなんかフォアジャイと全く一緒だよね、これ。もっとフォアジャイの方が前に進むから、あっちの方が強いし。小技の速さも向こうの方が速いんじゃないかっていう感じだよね。で、ちょっと待って。ゲージとかを。よし。首相撲、膝地獄。飛ばないんだね、今回は。相変わらずの勇者をボイス。ステップインミドキック。これか。これフォアジャイの遠距離 D のリーチ短い版だよね、これ。当たると回んないんだ。なるほどね。こうなるんだ。立ち火キャンセルできないんだ。フォアジャイはできるのに。何につなげばいいんだ、これ。わしから何につなげばいいの。しゃがみ A だと短いんだけど、これ。2発当てたらもう無理か。これしかないのかな。遠距離 A。遠距離がキャンセルできたけど、しゃがんで当たるかどうか。当たるね。じゃあ、こういうのがありか。これめくれる？めくれる。D がめくれるか。一応これがある。はいはい。スライディング。フォアジャイと違ってダウンが取れるスライディング。キャンセルできるかはわからんけど。前はね、キャンセルで出した時はダウン取れないとかいうと、いろいろあったと思いますけど、どっちで出してもキャンセル取れる。で、今回は端まで飛ぶハリケーンアッパーに戻った。で、今日で出した時は爆裂になるわけじゃないんだね。左右で変わるけど、画面に2個出せたりはしない。竜巻のグラフィックがすげえ綺麗だね、なんかね。このドット相当気合入ってるよな、これ。すごいね。ハリケーンアッパーの性能は良さそうだよね。割と。飛ばれたら、ちょっと危ないかも。でも、隙は短い方か。EX 版が、3発。3発は過去最多だよ、ね。キャンセルはできないね、スライディングは。わあ。飛びログ貫通性能はかなりあるでしょう、ね、3つ飛ばせばさすがに。弾の速度はそんな速くないけど。このデカさならまずかわせないんでね、確実に削ることはできると思うし。で、タイガキ。飛ぶね、結構ね。軌道が昔のドラゴンキックみたいな感じにね。12からなんだけど、こうなってますね。射程はこのぐらいが限界なのかな。無敵どんなもんかね。間違えた。はい。弱はダメだ。弱はダメですね。今日は無敵あるけど、ちょっと若干遅い。ガード間に合ってんのかな、今の。待った。低めだったらこれガードできちゃうよね。
やっぱりね、やっぱガード間に合っちゃう。あんまりリバサで使うのは危ないですね。こんな簡単に先飛びできちゃう。じゃあほらほら、 EX 版は EX 版もガード間に合うんだ。そうですか。今日よりは早く見えるけどね。これはコンボに使う感じかね。あーでもないな、遅いな意外と。 EX 版は早いけど。そうですか。ほっちゃんのドラゴンキック EX 版は何でも判定なんだけどな。でキック、ちなみにこのタイガーキックの軌道は昔はこうだったんだよ。ガロー1ではこうだったんだよ。これがコンボ用かね。弱か。うん。EX は2段。追いつかのかな。何で追いつかのかな。中央じゃ無理だな。弱体がキックが間に合う。そうですか。ああスラッシュキックが入るのかな中央で。無理か。そうか無理か。スラッシュキックに無敵なんかないよな。ないよね。はい、爆裂拳。あ、言うんだ。爆裂拳。21ヒットすげえ。21ヒットは確かにちょっとすごいけど。これ25いった。これフィニッシュないのこれ。竜巻パンチか。変わったね。これはジャック。あ、ジャック今日の違いは？打ち方が違う？あ、変わんないか。爆裂拳。ダメか。あ、入った。うん、入るか。最速じゃないとダメっぽいかな。あ、スライディングからお家できるじゃないか。やっぱり爆裂拳みたいなボタン連打技は何でもキャンセルできるんだ。つっても浮いちゃうからそんなにめり込んだ時の隙をなくすぐらいにしか使えないんじゃないか。中央じゃ浮いちゃう無理か。で EX 版ん勝手に出るのか。勝手に追い出るっぽいな。追い打ちの余裕がある。うん、ヘアキックが一発。これスラッシュキック弱から普通に入るか。もしかして無理か。あ、入ったけど先端。この先端ヒットは、あ、ドライブキャンセルができるのか。そうですか。あ、なんかいろいろ出たな。次の黄金のかかと。ほら、ここはジャイもほぼ同じ技がありますけど。ここはジャイの性能良くない？ここはジャイ立ち強キックとか間に合ったような気がするぞ。あれ、こうやって抵抗いって中段かな。なわけないよな。いやーちょっと使い道に困る。コンボ用かな。あっと、スラッシュ、こういう感じか。
このループあんのかな、ないのかな。あ、ジャックが入るんか。ジャックのこのループがあるかもしれないな。 EX 版は、うーん、 8D が遅いのか。強パンは間に合ったけど、連打しすぎると爆裂剣になっちゃうからな。うーん、難しいぞ。しゃがみ強パン入った。全然猶予ないな。こういうのは簡単だと思うけど、まあ、できれば強パン入れたいよね。あ、まあ、一応できるか。難しいな、いろいろと。厳しくないか、これ。なるほど。はい。じゃあ、チョヒ、スクリューアッパー。これ、でかいね。リアルバウトのスクリューアッパーに近いよね。このサイズは。11。13か、フルで当たると。カス当たりがあるんだね。リアルバートナー1ヒットだったけど、そこそこ減ってる。あ、ダメージは高いね。あっと、スライディング、ちなみに消費キャンセルとかできないか。できないか。発動中ならできるんだろうな。あー、届かない。一段目のリーチがない。タイガキックから、これ壁コンボだよな。中央でちょっとスクリューに行けるとこはなさそうだよね。これが入んないんじゃ無理じゃないか。爆裂剣か。あら、これは違いますね。次のやつ、あ、これ一応いけるけど、補正が、補正が、しかも難しい。あ、ダメだ、当てすぎると無理だ。これねえな、爆裂、スクリアッパーコンボ用は。無敵もないし。これは困った。削りようか、これ。これがもう入んねえんだもんな。どうすんだろうな。これが限界だもんな。使えねえぞ、これは。超ぶっぱ先読み対空技じゃないか。で、EX。あ、これはロックするタイプになるんだ。これはリアルバウトのスライドスクリューだ。なるほど。あ、無敵あるけど遅い。あっと、これガード間に合ってるかな今の。間に合うなぁ。弾のスピードが遅いなぁ。今ので間に合ってんじゃん、もう。こんな超反応じゃなきゃ当たんねえもんな。これは無理だろうな。ぶっぱしかねえよ。あ、コンボには繋ぎやすくなってんのか。それはまあいいけど。おっと。こういうのいけんのかな。あ、こういうのいけんのか。こういうのいけるけどなぁ。タイガーキック1段目が短い。あ、厳しいね。
これは厳しいね。これは入るだろうな。うんふん。これからか。つながったか今。つながったかな。EX 版は入るよな。EX 版これは入ってるね。これはまあなくはないかな。間違えた。あ、これいけるか。あ、これは使いやすいか。はいはいはい。ゲージ1本だと、スクリューは死に技だけど、これができればまあ多少はマシになる感じ。もっとないかな。生当てじゃなくて、なんか一個挟んでから行きたいとこだけど、無理かな。そういう技ないか、ジョーは。きついね。で、さっき出た爆裂ハリケーンタイガーカカと。不自然な滑り方をしてるな。不自然な滑り方してるな。これやっぱ発生早いんだろうな。よっしゃー。まあ、ダメージちょい低めで発生超早い半角用技みたいな。無敵は。出てない。ないよね。無敵はない。MAX 版も EX 版もない。まあ、ゲージ1本の時のコンボ用でしょう。こっちが。あ、一発目かじってるけど。まあまあまあ使えなくはないっすか。使わない必要もない気もするね。弱ずらしでいいと思うんだけど。こっちとどうかね。無理かね。浮かせたらどんな当たり方になるか。あ、着地する。ポコンポコン拾う感じじゃないのか。着地しちゃう。今日ハリケーンがまあコンボに使いやすそうだな。なるほど。まあ、変わらんね、今までと使い方はね。スクリューアッパーがさらに死に技化した感じがするね。スクリューストレート。スクリューストレート。まあ、スクリューアッパーを前に打ってみたっていうね。いつもそれでやれよって感じですよね。これは強いんじゃないかな。あ、発生早いね。これで決まりだ。あ、弱から繋がる。相当早いね。なるほど。ちなみに、あ、キャンセルできる。あー、なるほど。ダメージ通ってるこれ。あ、落ちてくるまで待つんだこれ。なかなかしっかりできてるねそこは。おお、これ減るな。これは減るね。まあ、こんな感じで繋がってないけど。行って、マックスキャンセルいけるのかな。適当なところでいけるね、これ。はあ。これダメージ今のだけでどんなもんかな。ループとか全くしてないけど。お、すげえ減ってんじゃん。まあ、4本だけどさ。あれでループなしであんな減るか。これはまあ、強いんじゃないですか。で、こっちは。途中でキャンセル。
どこまで行けんだろうな。あ、タイガーキックに完成できた。今のが多分限界だろうね。もう落ちたら無理だよ。あー、マックスキャンセルは結構優遇されてるような、何からでもいける。最初のスクリューやっぱ全部当たってたよね、今多分ね。マックスキャンセルした後も残ってたっぽいので、どこでキャンセルしても大丈夫そうだね。なるほど、技の性能は弱いが、ま、ネオマンは強いと。あー、なるほどね。ちょっと発動コンボを多分、こういって、こういって、こういって、そっから何がある？こんな行って、こんな行って、こういうのがあるんじゃないかと思いますが、ちょっとダメージを見てみる？ちょっとミスってる。距離離れるな。スライディングいけると思うんだよね。やっぱいけるよね。スライディング指導あるな。こういうのがあって、かかとで拾って、あー高くなっちゃうとダメか。調整すれば大丈夫か。体力が、あ、低めでも拾える。まあ、補正かかるけどね。あー、こんなもんか。ダメージ下がってる。ちょっと、ま、EX 版のスクリューにしてみるか。減ってないか。あれ、ダメージ下がってないか。これのが減ってない。あー、補正がだよ、本当に。これ悲しいね。なんかあんなコンボつないでも弱いって。いいんじゃない、もうこれで。これで終わりじゃないか。これトライアル行くか。これより強いコンボあるかね。即死コンボあるかな。即死コンボあっても、ちょっとトライアルじゃ大体力がわかんないんだけどね。よし、トライアルもあと2人。多分一番最後が一番簡単だと言われてる牧島ですけど。勝てねえよ。ジョーのパンツはね、こう縞模様みたいな、ヒョウ柄みたいな、なんかつけられるんですよね。うん。虎島か。よし。あ、タチパン2発。ほい。あっしゃー。ほい、ほい。あ、これ狂気から繋がるんか。繋がっても危ないけどね。あ、これそのままスパキャンいけるか。そのままスパキャンいったのか、フィニッシュが出て1段目をスパキャンしたのかよくわかんないけど。多分出てないよな、フィニッシュは。こういって。ん？ EX 版？あ、そのまま入れんのか。2回？2回入れる。ん？これは最初のドライブキャンセルか。あー、で？ここに爆発拳？で、フィニッシュいってジャンプ強キック。なんだこれ、いきなり妙なコンボをやらせてやる。ちょっと難しいぞ。
いいし、連打し続けないといけないな、あれ。ほら、ここはやっぱり4回だよね。4回だよね、やっぱり。遅い。このタイガーが出ねえな。すぐフィニッシュ出さないとダメか、あれ。結構シビアなんじゃないの。あー、入んねえし。結構厳しいね。よっしゃ、いた。こんなん使えねえな。これは使えないな。えい。立ち D 本当せえ。繋がってねえ。え？違うか。先に爆裂拳当てんのかな。あれ？どういうことだ。ちょっと待った。つながんないんだけど、これ見てみる。遠距離 D とかじゃない。あれ入ってるね。密着からやって入ってなかったんだけどな。なんだろうな。ちょっとその後を全く見てなかったな。なんか、この前 B の時にもっと前に進んでたよね。どういうテクニックだ、それ。ディレイかけんのか。ディレイかけんのかな。あ、繋がった。どういうことだ、これ。ディレイかけると、あ、前に進む。ほー。特殊な性能なの？近距離、この D から出した時だけ前に進むみたいな。近距離 D が発生してちょっと立つと、こう重心が前に進むってことかな。そういうことかな。サガットのステハイアパーかみたいなもんかな。そういうことかもしれんな。もうせえ。で、当てて、ちまっと見てなかったんだけど、全く見てなかったんだけど、多分キャンセルか、そこ。マジでか。なんか難しいな、ジョーのコンボは。来たか？よし、行った。タイガーキックの後は、スパキャンじゃなくても拾えるんだね。スパキャン、ドライブキャンセルか。
ということで、はい。で、あ、爆裂ハリケーンか。はいはいはい。こういうのが基本コンボだよね。ということだよね。もうちょっと粘れるけど。EX スクリューアッパーはヒット数少ないし、補正もかかりにくくて強いと思うんだよね。はい。で、また爆裂拳。これ運びコンボっすか。これは、これ浮かせるのか、浮かせてからか。しまった。これ入るか、スパキャンすんのかな、これ。キャンセルかけるのかもしれない。なるほど。多分そんな感じ。おっと。多分こうだよな。あれ？どっかで間違えてるな。まあでもあれで合ってるよね。最後が、こうか。全然減らないスクリュー。スクリュー自体は減るか。他になんか、その後に、マックスキャンセルすると補正がっていう感じだけど。遅かった。もうちょい低くないとスパキャンできないな。間違えてるね。間違えてますね。間違えてますよね。お、遅いか。なんか、爆裂拳当てる位置が遠い気がするな。気のせいか。ダッシュが足りねえ気がする。オッケー。よし。よっしゃい。これも結構最後の方なんじゃないか。まだまだでした。最初の方に難しいのが来たからな。2段か。2段当てて、スラスキでループに行くのか。やっぱループはさっき俺がやってた、かかとタイガー、かかとタイガーだな。で、マックスキャンセルか。簡単そうですか。高さ調節をちゃんとして。お、これそのまま行くのか。ん？あ、違うか。かかといらなかった、一回。また数増やしてた。こんな短いループでいいのか。いや、多分これも大して減らねえんだろうな。ゲージ4本だもんね。ゲージ4本ってことはさ、さっきのさ、これと同じってことだよね。絶対こっちの方が減るよね。なんとも残念な感じですね。システム上の欠、もう欠陥ですよね。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。いけそうだった。ん？お？もうちょっと高めで当てないといけないか。なんか違うね。
スラッシュからスラッシュは結構難しいぞ。遅いか。スラッシュ、スラッシュ。あ、2段当てないとダメだろうな。高すぎてもダメか。高さ調節が難しいということで、スラッシュスラッシュのタイミングもよくわからん。遅くても拾えない。当たらんな。で、当てたら置いてそのままネオマ。EX スラッシュはめっちゃ難しい。当たんねー。最初の方になんか当ててたよね俺ね。なんで当ててたんだろうなあれは。あ、入る。これ入った。よし、いけた。偶然っていうかね、たまたま当たったみたいな感じですね。さて、長くて大して減らねえコンボだろうな。飛び込んで強パンマイビー発動、弱パン3発刻んでマイビー。いや、いらんでしょう。ああ、そんな難しくないね。連打キャンセルだからね。これか。で、こうか。え、入んのこれ。あ、こうか。で、こういうことなのかな。いや、多分違うだろうな。こうだろうな。で、浮かせて、もうここでスクリューアッパー、スクリューアッパーだと拾うのか。スクリューアッパー拾って浮かせて、EX。あー、さすがにこのぐらい入れて減らなかったら泣けるわな、これ。9割以上いくかな、これ。走んないとダメだな。マイビーもちょっとディレイかける感じで。関係ないか。立ち D からだけか、あれは。マイビーがなかった。斜め上まで入力しましょう。キャンセルしないといけないな。キャンセルのタイミングが。で、なんだっけ、スパキャンか。忙しいな、結構これ。間違えた。キャンだよなこれ。結構忙しいぞ。何ヒットさせりゃいいんですかこれは。どういう当て方をするんだ。なんだその当て方は。どう調節すりゃいいんだ。バクルスケはもうちょい長めに当てるってことだよね。ほんともうちょいだけでスパキャンすると。はあ、完璧じゃないかこれ。できたわ、一発。一発じゃねえけど。できてるじゃないですか。コンプリート。はい。まあ今まで練習したコンボは必要ないでしょう。
さっき俺がトレーニングでやったので十分だと思うんだよね。終わったー。ついにようやく俺の持ちキャラ使える時が来ましたね。じゃあ次回からマキシマやっていきますが、何本になるかはちょっとまだわからないですね、正直ね。ゼロ人の時みたいにもう知識があって、先にやること考えてからやるってわけじゃないんで、適当にトレーニングやってって、まあどんだけダラダラ続くかっていう感じですね。で、トライアルが短いと思うんで、結局他のキャラより、そのトライアルでやる時間が短いので、ね、どうなるかはわかりませんが、まあまあまあ、多分一本じゃ終わらんので、ね、そんな感じでよろしくです。じゃあまた次回。失礼します。